大口町立大口中学校は愛知県庭郡大口町にある公立中学校。建築家の黒川吉章が最後に設計した中学校である。校舎は2つに分かれ、各階2つの連絡通路で校舎と校舎を結んでいる。体育館は大口中学校の体育館を使用している。教科センター方式を実施し、生徒が各教室に出向いて授業を受けるという。 公立中学校としては珍しい方式をとる。統合に伴い図書館の名前がメディアルームに変更され、大口中学校の図書館の約2倍の面積になった。一般的な中学校の隣のクラスは同じ学年という概念の教室配置ではなく、クラスを以下のような6つのブロック集団に分類することにより、隣のクラスは打学年という配置がなされている。また、 活動もブロックごとに行われることが多い。2020年を最後にブロック制度は廃止された。なお、家庭科、ソフトボール、陸上、ハンドボールの4つの部活は統合に伴い新設された部活動なのだが、北中が分離する前はこの4つの部活はすべて存在していた。水泳部は2016年に廃部。 2018年卒業の部員で活動終了だったが2021年に復活している。ありがとうございます。